久保さん、今回手持ちのカードを出し続けるとどうなるのかみたいなテーマにしましょうか。みんなこれね、手持ちのカードやっぱ出さないので、まず久保さんが言った通り、手持ちのカードを出して、もしそれで負けたとする。じゃ手持ちのカードは2しかありません。じゃ手持ちのカード出してみた。じゃ手持ちのカードは、えー、じゃあ相手はね、じゃ3を出してきた。じゃここで何が分かるのかっていうと、分かります自分の手持ちのカードは、まあそのカードの場合はね、数値がもう出てるんですよ。 にっていうね。だけど、ビジネスの手持ちのカードってわかんないんですよ。どんな大企業でも100%当たるっていうことはないんですよ。例えばユニクロの柳井社長も一生給杯っていう本出してますけど、ユニクロの柳井社長でも10回やって1回当たればいいよみたいな。一生給杯。なこれ初心者が無理ですよね。 ビジネス経験全くゼロの人が100千100年間、絶対100%不可能なことをやろうとしてるんですね。だから、手持ちのカードが自分が今、数値が2とか3とかも分かってないんですよ。これじゃあ出すことによって何を得るのかっていうと、相手が3出してきた時に、あ、俺は2だったんだ。もしくは1だったんだ。あ、3には勝てないんだっていうことが分かるんですよ。じゃあ今度どうすればいいのかっていうと、それでも手持ちのカードを出すんですよ。勝てなくても。 で、そうすると、これもまた分かることがあって、手持ちのカード、例えばじゃあ、1だったとしましょう。で、相手は3です。で、ずっと出し続けるんですよ。で、これちょっとゲームをイメージしてほしいんですけど、手持ちのカード1を出し続けるじゃないですか。で、相手は3なんですよ。これすげえイメージしてほしいです。自分は1です。相手は3です。出し続けます。で、これ何になるかっていうと、相手はね、もう飽きます。なんだこいつ、1しかねえじゃんと。もうね、出してこなくなります。<laughs> でじゃあ出してこなくなったらどうなります手持ちの1のカードでも勝てるんですよ。この勝負やっても意味ねえな、みたいな。<laughs> 俺どうせ勝てるし、みたいな。5枚になるんですよね。俺どうせ3だし、どうせ勝てるし、みたいな。まあ、亀とギの話じゃないですけど、まあ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 、その勝負もつまんなくなるだろうし、その勝負から撤退するわけですよ。でも、ここ居残れば、1を出し続ければ1でも勝てるんですよ。相手が飽きるから。1の勝負に付き合ってらんねえ、つってね。 分かります。だから1でも勝てるんです。でもどれだけ出せるかです。出し続けるか。負けても負けても出し続けるか。相手が飽きるまでね。相手が出さなくなるまでやれば勝てるんです。1のカードでも。でもね、これ面白い現象があって、出し続けることによってスキルもアップしてるんですね。ま、そのカードの場合は、ちょっと数値変わんないかもしれないですけど、例えば動画で喋り続けてたら、トークスキル絶対上がるじゃないですか。YouTube やり続けてたら、絶対変、あ <laughs> なんかスキルアップしますよね。うん。だから結局、 あの、結局ね、なんかまた違う勝負来た時に、ポンって出した時に、手持ちのカード10になってるみたいですね。<laughs> そう。はい。まあそんな感じですね。まあ出し続ける人がいないので、出し続けた場合どうなるのかっていうね、久保さんとか僕の、まあ、実体験をお伝え、そのカードに,対カードに合わせてね、えー、お伝えさせていただきました。いってらっしゃい。